ハロー YouTube! 下根塚さサロニュースの猫川にゃ今日もネ、ね、ットボーカーニュースをお送りいたしますついに、金丸放送が来てしまうんいやー、金丸って、本当にいいものですよねこいつ絶対詐欺師だ金曜日の夜の一時の中でまでにシめッチ今日はですね、お馴染みのやつ、3万2000飛んで、632、あ、飛んでない回目の、金丸放送、やっていきたいと思いますつ とといううことでねやっていきましょう世界が目覚めし時真実が明かされる大放送が、カックラキン大放送するでおなじみ、世界金丸放送のお話でございますマーー。マ婆ボんヤボ金丸放送天気予報僕の名前は、金丸、テレリリ,リつっつて、テレリリ,リはやめろ、お前ね。ということでね。 あなたに届けたい、金丸放送。どうも、私金丸放送アンバサダー。緊急、テポドンで行く子です。いや、違う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 。もう、テポドンで行く子ってなんなんそれ。え、テポイクですけどテポイクがあなたに届けたい、最新金丸情報。知ってますかドイツでめっちゃやばい事件が起きた件。これですね、逮捕者25名出た、国家転覆計画というものが明らかになりました。ドイツでは今すごいナショナリズムがめちゃめちゃ高揚してる で,すよね、で、この、いわゆる右側の人たちとドインボー業界が合体して、2万人ぐらいのめっちゃでっかい団体を作ってまして、その人たちがある貴族の末裔を担ぎ上げて、ドイツの帝国を復活させようとしていたっあれつって、なんか聞いたことあるぞ、この話でね。なんか日本でもなんか、YouTuber が担ぎ上げられてたようなね。で、この件には何でもエリート軍人なども参加しており、 Kick. ことでこのおじいちゃんがねハインリッヒさんっていうね貴族の方なんですけど、まあ、捕まっちゃったんですこの件によってですね世界中の今ドインボー業界がお前らもやっとるんちゃうかって言って今後締め付けがめちゃめちゃ強くなるって言われてるんですよでまあドイツでねこんなとんでもない事件があった後に実は一方の「金丸放送まあこれです」っって「いやテスト」って書いてあるけどお前 EBS の テストでございます。はい。502回目。相反するような出来事。国家転覆計画。EBS のテスト。これなんか近く起きるんじゃないかって言われてます。ちなみに、フランスではブラックアウトが10分か10分って君。めっいけどね。でもブラックアウトって言ったら、もう大好物ですからね。もうブラックアウト、停電、どんとこいですから、こっちはね。これ来たな。 何かがあって、ヨーロッパ今ね、すごいエネルギー価格が上昇したりとか、それからこういったナショナリズムが高揚したりとか、結構政治も社会も動揺してるんですよね。でもこれって実は新たな世界への幕開けが近いとも見れると。ね、今回このドイツのね事件、e、EBS テスト、パリのブラックアウト、うーん。 これ、テポドンで行く子だな、行く子つって、だから誰なんその行く子。そんな、金丸放送っぽい雰囲気が、ジングルベル、ジングルベルつってやってきてるじゃないですか。いや、それクリスマスやけどそれそんな中、もう超とんでもない映像、大ミソン独占入手してしまいましたということで、まあ、これなんですよね。これ、ある女性が、ベッドに横たわってるんですけど、これ実は、冷凍保存された女性とのことなんですよ。で、この女性、よく見ると、あれつって。えクリー 栗の奥様やないっていう話なんですよ。で、恐ろしいことに、この写真って2018年のものらしいんですよ。2018年にはすでに奥様は冷凍保存させられて、あ、これ誰だんこれ。目からビーム出取らすけど、むしろすごいな、この偽物。まあ、栗の奥様の画像、激ヤバなんですけど、もう一個ヤバい画像、ね、これ金丸放送ってことで、蔵出ししときます。いや、そうい、大売り出しみたいなの俺やめてもらっていいですか人気歌手のの田久美さんんん話ななですけどなんか最近ライブをしたん で、そこでですね、ファンのみんなと写真撮ってまして、ね、その時の写真がやばいっつって、ま、これでっつって、んーっつって、んっつって、めイっつって、で、てで、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 てで、で、で、てで、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 こで、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  パミ,ューパミューね。CR フィーバー、コーダクミ、オミソンって、もうこういうことでもう闇のものだわ。ちょっと待って、一人だけ魂売り渡してるのに、全く売れてないやつがうるせえっ,つって。うるせえ悪魔 頼むわ。あれ、そういうこと、そういうことなんですけどもね。売り渡したはずなんだけどなっていうね、ことですよね。やばいでしょ、これ。これも、金丸放送です。いや、違う違う違う。これは、パチンコ CR フィーバー、コーダうるせえってったら、お前、お前もううるせえ、うるせえ、うるせえ、もう、黙れ黙れ、お前。いや、ちょっと待って、昨日の地上起爆から、この動画見始めてくれた人が、この振り幅で今、耳キーンってなってるけど、大丈夫これ。ということでね、それですでも、この情報が、2022年の末になって、なんで出てきたか、これはもう世界が、 お目覚めだからです。寝ても覚めてもだからです。そういえば、ね、そういえばですね、本日、12月12日に今この動画撮ってるんですけど、今日の午前中に、なんかあるって、寝ても覚めてもが言って、ちょっと待って寝ても、覚めても、トラこれ、ちょっと待ってください。これ今これ、夕方にあなた見てるじゃないですか。 あれつって。あれ来てえねえ。伸びたうっせおい伸びたおい伸びたうっせジャイアンやりたかっただけなんですけどねえ。あの、まあね。まあ、あの、まあ、2年ぐらいはね、ずれますよ。日にちは。お、ずれすぎやろ、それまだしばらく。楽しめそうですね,ねえ。ということでございましてね。まあ、世界ではいろんなことございやすけれども、最近ニャントラさんがね、ある声明を発表したんですよ。ね。二の腕ふとし君、ありがとうっていう、ありがとう二の腕をし始めたわけ。これ何かと言いますと、最近、ふとしさんがツイッターで、ここ数 数年間のツイッターの悪事みたいなやつを、まあ暴露してるわけですよ。その中にはニャントラさんがいかに言論封殺されてきたか、そして現政権がいかにツイッター。 や SNS を使って悪さをしてきてたのかっていうのを今ちょっとずつバラしてると2022年の一番偉い人決めは明らかに操作されて石川護衛門されたものだち石川護衛門ってわかりますか皆さんこれですネズミ構造でいうことを発表し歴史的瞬間であるって言ったわけですよこれすごい意味深な発言でこれついに現場は整ったとやはりふとしさんはこちら側で実は今ニャントラさんたち たちの再登場を作るための地ならしをするそのためにツイッターを買収したということがついに判明したわけですよ あの二の腕は僕たちのためのものじゃぶら下がっちゃおうぜみんなでわーいっつってわーいっつって二の二のニャントラさんといえば名優顔の怖い男なの最近表ニュースがこの顔の怖い国が核兵器を先制使用するんじゃないかと検討示唆をし始めたっていうことをニュースに流し始めたわけですよつい先日顔の怖い人は自身の記者会見でいや僕は使わないよと君たちが使わなければねという言葉を言ったんですけどこれなんか何としても 核兵器先制使用させたいという、もうこれ最後の追い込み今かかってると。でも実はですね、この世界金丸放送の顔の怖い人が発動担当になった、いや、担当とかある。担担当担当アメリカではふとしがね、あの、ニャンとらさんの汚名を今晴らしつつありますけど、ついに顔の怖い人も動き始めると。 ね。ヨーロッパで起きてるなんか変な事件。栗の奥様の冷凍栗。これ全部つなげると、パチンコ CR フィーバー、高田組です。テテてれテテテテテテスイス留学時代の五角優です。いやもうこの手、この手はやめ、いカる、いかる。何年生なんこれやね、ということでね。嘘つけって話ですけどね。でもまあ、こうしてるから、 語学言うか。ね、そのお前、皇室ファイルみたいなノリも結構好きだぞ。 って思った。今日も一日お疲れ様でした。よいよお過ごしください。治安の悪化が懸念される我が町っていう話なんですけれども、私、あの、外で編集することも結構ありましてね、車の中で、あの、道の日陰に止めてやってることが結構あるんですよ。で、昨日もね、車の中でやってて、めちゃくちゃ集中してるんで、正直周りめっちゃ人通るんですけど、まあ気にしてなかったんですよね。で、まあ、こう昨日ずっとやってたらですね、いきなり車のドアがガチャって開いたんですよ。で、僕ビクーってなって、えぇーと思ってなったら、 ちゃんんだったんですよおねお姉ちゃんがニヤニヤしながら無言でドア開けてきたんですよ。で「え何?」って言ったらバーンって閉めてそのまま座って「んだこれ?」 スラム街のやつなんよ、これ。これ、スラム街の事柄やんと思って、こーわ、この街。この街、こーわって思ったんですよ。で、後からお姉ちゃんに、あれ何やったんつって、もうやめてよ、びっくりするから。もう今度から、車のドアちゃんと鍵閉めるわって言ったんですよ。そしたらお姉ちゃんがあろうことか。じゃあ次は、生卵投げつけるわ。お前、それスラム街のやつなんよ、それ。どんな街なん、ここ。ここ。 アリシヒのニューヨークのハーレムなんと思ってちょっとこーわーと思って。皆さんの街は大丈夫ですか私の街は姉が一人で治安を悪化させてます。ってこと姉 リブにツカヤもアブガディル、人妻の手料理食べたいな、明日も晴れるかな。